週刊居酒屋ジンマ。はい、皆さんこんばんは。週刊居酒屋ジンマの時間で す。メイン MC で作曲家のジンマイズルです。はい、同じく杉山です。それでですね、先週に引き続きゲストですね、はい、ドラマーの鍵山恭一くんに、今週も来ていただいてます。はい、ということで前回ね、その、XR のうん、ですね。鍵山くんがですね、自己紹介先週もやっていただいたんですけれども、はい、今週はまあ2回目なんで、まあ、さらっとして、さらっと。じゃあ、XR ドラマー、鍵山恭一です。XR ドラマーという、この新しい職業だ。そう、先週ね、ちょっと話をしてたんですよ。はい、VR のドラマーってことなんですね。バーチャル空間のところで、いろいろその、なんだろう、リアルなドラマを、じゃないのでいろいろバーチャル空間で仮想のそのドラムを叩くんですね。でも実際リアルの世界には何もない場所でスティックを叩くと音が出るっていう、それでもう今プロの XR ドラマーとしてちゃんともう就職もして働いてる状態なんですね。で前回話としてあのほらちょっと話がすごい盛り上がったところで終わっちゃったんですけど、あのアズルキネクト使ったっていうところで、アズルキネクトは とは何っていうのこれは分かるんだけどね。ちょっとジンマ君がまだ初めてなんで、そうそうそう、もう一回ちょっと先週もちらっと説明していただいたんですけど、はいはい、アズールキネクトとはまず、何でしたっけ、デプスセンサーっていうか、この震度ね、はい、震度、はい、多分、じゃあセンサーなんですよ、はい、あの昔ね、XBOX でゲームについてきたセンサーなんですけど、あのジェスチャーで物が遊べるって言って、そうで、あの人間のジェスチャーで遊べるっていうと、要はゴールキーパーがさ、あ、ボールこっち来た、パッ、右手を上に出したり、左手を出したりとか上に出したりとか、でそれでね、この XY 軸方面なんですけど、じゃなくてね、両手の範囲、方法、Z 軸、前後、前後、手を前に、お相撲さんのように手を前に出したり後ろに出したり、ボールを投げるとか、シューティングゲームでバンバンバンって打つとか、パンチするとか、そう、そういう奥行きもセンサーとしてちゃんと取れるっていうセンサーで、ゲームとかいろんなもの使えないかっていうので、キネクトってのがあったんですよ。でそれが今進化型で PC とかでも使えてっていうのがあるんですよね。そう、でそれはで、撮ると、うん、まあ、あの360度っていうか、もう全部、うん、全方向すべて、うん、自分の体を撮影できるんです。それいくつか使って、なるほど、センサーをつけて、はい、自分が動くと、はい、それが、うん、その動くモーションキャプチャーに近い感じ。あ、でもモーキャプチャー、そうそう、モーションキャプチャーみたいな。一時ね、はい、キネクト使ってね、はい、なんだろう、3D キャプチャー、はい、天狗ですね。そう、自分の人形を作ったりしたんですけど、はい、あれにキネクト利用したりしてた。あ、へえ、うん、一時期ね、3年前かな、結構便利で、あの安かったんですよ。はいはいはい、プロ用だとね、100万とかするのが、はい、民生で3000円、5000円で、はい、できたんで、そうそう、今半導体ないですから高くなって大変なんでしょ今みたいのがあって、でそれを使った、それを使って、あの要はエアロドラム叩いてて、うん、で、うん、あのそのユニティ上でそのエアロドラムを映して、うん、あの VR ドラムを叩いてたんですけど、うん、僕入れないじゃないですか、うん、で、ね、なんかそのなんとかして中に入りたいなと思っていろいろ調べてたら、うん、Azure Kinect みたいなの出てきて、うん、であれ開発者キットなんですよね、うん、だけどなんか、まあ、なんかなんとかすれば買えるのかなと思っていろいろマイクロソフトプラグイン、はい、そうそうそう、買って、うん、あのいろいろ、まあ、もう全然僕知識ないんですけど、うん、一からずっと勉強して、ユニティ触ってんだよね、はい、もう一から不思議でさ、一から勉強してるひたすらなんで、あの GitHub でコードサンプルコード探してくっつけて、うん、でそういろいろなんかなんとかやってたんですよ、うん、でもやっぱり、うん、あのど素人なんで、うん、やっぱ1ヶ月ぐらいじゃダメで、うんうんうん、2ヶ月ぐらい経ってもう、あ、もう無理、あ、もうやめようと思って、うんうんうん、でまたでもまあここまで来たしなと思って、あの、うんうんうん、USB の、うん、なんつうんですか、あれ刺す場所によってつくつかないって、うん、あるね、はい、あれ知らなくて、うんうん、刺したら普通について認識したんだ、はい、3.0 とか 2.0 とかあれのなんか場所によってその、そう、ポートによっても変わったりしますね、うん、っていうのは知らなくて、それだけかいっていう、そうそうそう、で2ヶ月間かけて、はい、着いた時に、うん、僕別にライブとか映画とか見てもそんなに感動して泣かないんですけど、うん、初めて泣きましたもう号泣、面白いな、アジルキネクトで泣けるんだって思ってもうね、その一日真っ赤っすよ目あの今ねさらって言ったけど、うん、あの Git が使えるっていう視点でね、すごいよね、すごあのなかなか、ね、そっちの普通そっちのハードルの方が高いからね、うん、いやでもなんか千安くんとかね、うん、なんかいろいろやってたのは、うん、そういう話はなんとなく聞いてたような気がするんですけど、本当にパソコンのパワーもパーかどうかわかんないぐらいのレベルだったんですけど、うんうんうん、やっぱりあのなんかそういう思いがあればなんとかなるなるよ、てか最近そりゃね正社員になれるわ今思ったもん、すごいね、そういうことなんだ、あのそう Git はねもうめちゃめちゃ使わない日がないぐらい普通に使う技術だし、サウンドでもね、うんうん、そう、いやいやいやだからびっくりでさ、うん、てか
だからどちらかというと、はいね、ミュージシャンでも Git 使うのは特殊だなと思ってたんだけど、うんまあ、もう一人いたよかったいや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 多分血を引き継いでると思うでもなんかその、うん、それでなんとかあの入れたり、うん、なんかそこにあの自分を移して、うん、天群で移してるのにあのそのコードつけて、うん、であのパーティクルで自分をちょっと叩いたりしたら光っていろんなバリエーションが見えるとか、うん、そういうのはいろいろやってたら、うん、あのちょっとだけバズってないんですけどその XR 界隈 の、うん、あの関係者の人が面白がってくれて、うんうんうん、そこからちょっといろんなお話が来たりとかして、うんうん、じゃあネットにそうやって上げてたのが、はい、本当にそれが自分の今の自分につながってるって感じ で、ね、かなり、ね、頻繁に上げてたもんね、 どうね、そうちょいちょいなんか頑張って上げてて、ね、でその XR の展示会とか行って、うんうん、あのヘッドセットなんかすげえあのもう、うんうん、めっちゃもう実写みたいな、うんうんうん、あのヘッドセットとかであすごいなと思ってこれいくら使ったら150万とか言ってわーって高いんだよねあれねしかも、うん、あれなんかすごい解像度いいけどすげえ重いぞとか、ね、首の筋トレかなみたいなあとかいろいろ経験はしていろいろ回ってたんですよ田村くんは合ってるあの俺の周りでさ、はい、あの映像系のそういうのガンガンやってる田村さんってあのマッサージの金髪の田村金髪の田村今度紹介するよお願いしますそういうのがいるからぜひお願いします金髪の田村さん情報ロバさんは合ってる？え？ロバさん。ロバさん。VJ のロバさん。あのさ、よくうちにいてさ、あの、世界で初めてさ、VR のさ、アダルトゲーム作ったって。あの、今日は見せてもらったことあるかもしれないです。いや、あの、見せてもらったこと。本当に、多分ね、本当に世界で初めてで、いわゆるあの、空気入れた人形あるじゃん。はいはい、ガチガチガチ。そうそう。あれにスマホとかを入れて、で、角度とかができるようになってて、で、オキュラスで、そうそうそう。ぜひトライしたいですね。いやいや、いて、あの、変態が周りでいっぱいいてさ、いや、知ってます。ルイトモチャですね。そう、紹介するよ。あ、ぜひお願いします。そうそう。なんかね、その、空気入れるやつが、別に空気入れるドラムになってもいい。いいし面白い何がどうなるか分かんないんだよね、うん、確かにねそれがすごく面白いなそれがねうん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 いやでもですよねいやバーチャルいやそれこそマイクラもそうだと思うんですけどそうやっぱ面白いですよあそこ、ま、ここまで来ると、うんうんうん、なんか、うんうんうん、ほらこういうのってなんかコンピューターの性能とか技術が低いときはピンとこないんだけど、あるところまで行くと、うんうん、あこれができるかも、ね、あこれができるかもがだんだんすごく面白い。VR とかって3年か4年ぐらい前にいきなりグンってブームになったときなんですよ。であれがこれからは VR の世界だみたいに盛り上がって展示会とかでも VR 展示会みたいですごい盛り上がって、あそういう時代が来るんだと思ったら急に一瞬なんかピュンってこの、絞りましたよね。あれ何なんですか？なんだろう。何と比較をするかって話があるんだけど、はい、例えば初音ミクとか、ああいうのってギュッといって、ギュッといったままだったんですよ。それは最初から分かりやすくて整っていて、もうコンテンツ作るだけの状態なんだけど、VR って面白いギュッ、さあこれから何をやればいいだろうっていうので、はいうん、全員が試行錯誤をしなきゃいけないものだったので、コンテンツがなければただの、VR もやっぱコンテンツただの技術なで、こってそこに対するアイディアがみんな、まだない。足りなかったですね。技術はあったけど。だから、ぎゅっと下がったというよりは、ぎゅっと何も変わらず、変わって、現状維持のまま、ただ、現状維持だと興味を失っていく人が出てくる。で、それは何かっていうと、ただ新しいから言ったんだけど、新しいけど何もないじゃんって、要は物を作らない人だね。なんだけど、物を作る人は、ええ、面白いじゃんってずっと作り続けるんですよ。実はみんな作り続けたんですね。で、作り続けてると、だんだんこう、XR とか次のものが出てくるっていう、それこそ VTuber もそうだし。僕全然素人なんで分かんないんですけど、VR と XR って何が違う？だから VR っていうのは、こう、なんかそのバーチャルで。仮想現実の世界で、XR っていうのは、多分、まあ、諸説あるんですけど、クロスリアリティとか、さらにいろんなものが。そうですね。VR がさらに、さらに発展したみたいなイメージですか？VR の仮想、空間と AR って言って複合空間みたいな。AR って AR ある。ありますあります。ポケモン GO みたいな。そう、スマホで見ると現実世界と混ざって見れる。ミクサールって言って、ホロレンズとかっていう。ミクサール。それ混ぜたもの。ほう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 。なんですか、メガネをかけると、そこに映るみたいな。で、リアルの、リアル世界が見えるみたいな。それをなんかいろいろ混ざったのが、複合したのが XR って言われて、まだ今なんかちょっとできたばっかりというか。もともと AR と VR って全然違うものだったんですよ。生まれた
あの理由も違うし、そう技術も違うし、そうそう。で、その VR 空間もそれは全然楽しいんですけど、僕やっぱりその 生っていうかリアル空間っていうかおかしいんですけど、あの普通に生ライブしてきた人間なんで、やっぱそこは そこでやっぱ好きなんですよ。でなんだけど、やっぱり今後やっぱりそのいろんなことが起きたりするときに、まあそっちあの仮想空間でもできてもいいし、AR とかでいろんなとこでも楽しめてもいいし、どの空間でも楽しめたら僕はいいなと思ってて、でその中でフェスができたらいいなって、はい、さっきの話。先週の話ね、本当にこれから期待される XR っていう、はい、いやさっき XR っていう言葉いっぱい聞くようになってきたんですよ。僕の周りでもいて、はいはいはい、XR の方がだから XR ってふんって聞いてましたけど、うん、そもそも何って思ってたんで、いやいや、そう、馴染みはなかなかないですよね。ふんふんってなんか分かってる感じで聞いてる人がいたんですね。バーチャル時代のフェスで一つ思うところ、はいはい、思ってることがあって、はい、なんだろう、去年からさ、あのまあ一回フェス類はできなくなったんだけど、うん、まあフェスがある程度配信とかも一緒にやりながらってのできるようになったじゃないですか、うん、でロック系でもクラブイベントでも、うん、であの配信で言うとロックフェスよりクラブイベントの方が合ってるなって思うことがあるの。分かる分かる。でそれなんだろうって思った時に、はい、ロックのフェスって一曲一曲終わるのよ。ああそっか。で、あのクラブのものって DJ がつなぐじゃない、うんうんうん、ずっと違う曲でもどん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 展開させて、だからロックって一曲の中でストーリーをこう作るんじゃない、曲って我々が作曲家だとそうなんだけど、でもそれを DJ って自分の1セット30分1時間の1セットの中で長いスパンで気象転結の長いスパンスパンでつけるのよ、はいはい、でネットでさ見るときってさ、うん、まあロックの現場とかフェス行くと、うん、わーってそのまま集中する、うんうん、やるけど、はい、だらだら聞き流したりするじゃない、はいはい、要は没入してるかしてないかって、そうで没入してないこともあるの、いや多いと思う、そう、うん、ってなったときに DJ の方が有利だなと思ってクラブで、はいはいはい、あのそので何を言いたいかというと、はい、新時代のロックフェスは、はい、曲をシームレスにやってもいいんじゃないか。例えば、うん、あのまあ、一バンドがやってもいいよ、はいはいはい、やってもいいけど、例えば、うん、この曲の、うん、このバンドがこっちのステージで、うん、ダカ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 バシッって言った瞬間に、はい、他のステージで次のバンドがリフがはかんだ始まるとか、そう、なるほど、そういう今までだとアーティストセットっていうのあるんだけど、それを拡張してバンドっていうのを、だから30分俺の見せ場じゃなくて、はいはいはい、フェスを完全チームになってるわけですね。そうそう、この曲だからセットリストとしてはこういくからって言った時に、はいはいはい、あのちょっとブラフができるとこもあって、はいはい、この曲やるはずじゃなかった、はい、違う曲だよって言った時に、この曲のどう終わるんだろうって言った時に、そろそろ終わるぞって言って、はいはい、でよしこの曲にしよう変えようとか、いや別に全然僕あのプレイヤー的にはすごく嬉しいですけど、あのマニピュレーター的には一番大変なやつ、マニピュレーター、いやいやいや、だからマニピュレーターもそうなんだけど、ただそうそうそう、でもそういうのは絶対ありだと思う、うん、いやいや逆にマニピュレーター同士で動機どうする、うん、まあでも DJ もそうだけど、うん、まあほんのちょっとずれるぐらいいいじゃん、なるほど、ただ、うん、そうそう、この曲のこの終わりからこのリフっていうのとかっていうのを、そのそう、そのVR、その配信向けのフェスの新しいロック系のあり方って、なんか、今までのフェスとをそのまま置き換えるんじゃなくて、新しいことできるんじゃないかなっていう気が、フェスのその配信とか見て思うんですよね。なんかね、電気グルーヴの配信ライブとかの方がね、確実にね、だらっと楽しめるの。集中しないで、ずっと、あの電気って、まあ、テクノだからさ、はいはいはい、曲つなげるのよ。で、途中たまに MC で休憩するんだけど、もちろんそれもありだし。なんかあれですね、ロックバンドとかその曲の、あの思い出というか物語というかストーリーが結構重視するじゃないですか、うん、でそれがなんかうまいところであの別のバンドとコラボしてったらなんかいい感じに曲がつながってなくてもつながって聞こえたりとか、イメージがつまって聞こえたりする、でももちろんそれが嫌なバンドあってもいいのよね、うちはそういうのやってないんでっていうのありだし、でもこれからねこうやってコラボっていくんだったら、そうそう、新しいつながり方もあります、淘汰されるかもしれないし、なんかそこで楽屋で終わって面白いつなぎ方したねとかいろいろ話してるし、確かに確かに、なんかそういうのは面白い、はいはいはい、なんか想像すると膨らむよなとは、全然関係ない話していいですか、あの今あの白黒のテレビとかが、カラーテレビでなんかあの機械学
学習的な感じで、あの 色つけたり着色でき、ね、AI だよね、あれを、うんうん、例えば、うん、昔のライブビデオを、うん、あの例えばウッドストックとか音良くする、いやそこに VR でいけないかなと思ってるんです。ほう、その空間にってこと、はい、3D の機械学習させたら、ほうほうほう、超ド素人の意見なんですけど、その VR と XR とかで、ね、ま、その世界に、はい、その世界にまた新しく、また新しくじゃねえ、その思い出の場所に、まあ、よくライブだろうね、よくバンドが復活してやったりするじゃないですか、ほうほうほう、そうやってみんな思い出の共有とかを求めて復活すること多いと思うんですけど、そもそもそのライブのビデオとかをまた本人が VR 空間でいけたらすごい楽しいなと思って、確かに確かに、それから伝説とされてるライブとか、クイーンの、はい、クイーンの映画ができたような、ああいう本当にね、そういうライブシーンを、ね、そこにお客さんとして参加できるみたいな、ブランキー・ジェット・シーのラストダンスとか、そういうのをちょっと思ってて、これちょっと言っていいのか分かんないんですけど、うん、僕勝手な最終目標がちょっとあって、うん、あの僕 FDD ってバンドで歌ってて、レモンサワーって言ってバンドのドラム あの人がまあちょっと亡くなっちゃったね。僕最終的にこれ倫理っていうか、いいか分かんないんですけど、生き返らしたいなと思ってて、まあそれがどういう形かどうかは分からないんですけど、またそこにちょっと会いたいし、あのなんならプラネット資料残ってるよね、そうです、プラネットラグジュアリーって曲はそういう曲、未来と過去行ったりするっていうような曲で、ツインドラムで叩いてるやつなんですけど、それまあそこの世界にも行くかどうかはちょっと分かんないですけど、生きてるうちに なんかそれしたいなって思ったのがちょっとスタート、スタートっていうかきっかけではあったね、はい、いやそう AI ってさ、はい、そうそう、自分が、まあ、死ぬまでにさどこまで発展するかわからないけど、はい、なんだろう、 AI で、はい、またエロの話なんだけど、うんうん、モザイク除去とかさ、はい、あったりもする、で、うん、そこそこの精度だったりするわけじゃない、はいはい、でまあまあそれはまだその 2D の動画ではあるけど、うん、それが AI が 3D に拡張できた瞬間、まあ、どんなスーパーコンピューターがいるか分からないけどさ、そう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 、なんかいろんなものが変わるよね、例えばさ、うんうん、音楽だけじゃなくてさ、全て変わると思う、そうそうそう、キング牧師のさ、うん、演説がもう一回見れるとかさ、そうそう、あれがね、資料としては映像一つだけ残ってるわけで、とかいろんなものがね、良くないことで言うと、ほらなんか人が殺される瞬間を捉えられちゃったっていうのがあったりも、映像としてはあったりも、死ぬ瞬間とかね、そういうのもできちゃうことになっちゃうけど、なんか倫理観ってのはいろいろ、いろいろ、いろいろ、そこちょっと学んでたんですけど、あともう一個だけあって、エアドラムを、あのフェミトル病レーザーってあるじゃないですか、フェミトル病レーザーって、あのナノレーザーみたいな感じ、はいはい、小さい、ね、空間に、うん、あのかける、うん、で、うん、そのフェミトル病レーザーであのドラムを移して、うん、それだと実際叩けるんで、水つなげると、うん、それをやりたくて、レーザーで叩くと、はい、レーザーでドラムセットを、うんうん、あの VR じゃなくてリアル空間に移して投影してね、そこに水つなげたら叩けるって、あの落合陽一さんに聞きに行ったら叩けるって言ってたんで、そうなの、聞きに行ったの、聞きに行ったの、なんかそれでもなんかちょっと叩いたりとか、仮想に移したその現実に移したやつを叩いたら叩くようなプログラミングみたいなのができるってこと、多分なんかそ普通にミリみたいな感じで出せるみたいなこと言ってました、なるほどね、はい、面白いな、なんかすごいいろんな世界に夢が勝手に、世界、ね、いやでもここのスタジオ見てさらに元気出ました、うんうん、去年一昨年か、うん、去年はできなかったんだ、うん、あの、うん、野獣のリリアで360度配信ってやったのね、ああやってましたね、ああやってました、あれさ、理想はさ、なんだろう、あれ結局配信は360度だったんだけど、360度配信っていうのは真ん中に360度カメラを置いて、でそれを配信とかでもうお客さんは自由に、うん、どこの360度から見れるように視線を変えてってことですよね、そうでね、あれ残念なのは、はい、2ミックスなのよ、あ音が、あそうなんですね、あそっかそっか、そう、確かに、で最初あのほら VR 用のマイクあるじゃん、はいはい、あります、あの360度の、はい、あれ使おうと思ったんだけど、はいはい、でも結局ロックって、うん、PA でラインでまとめた音の方がいいに決まってるのよ、迫力とか、確かに、どうせこの自然で撮った音なんていいわけはないので、臨場感はある、うん、でどうしようかなって思った時に、うんうん、パラで音を、うんうん、PA がまあコントロールするじゃん、うんうん、パラでもらってそれを、はい、バラバラのトラックで、ね、でオーディオインターフェースでパラで受けて、うん、複数のチャンネル16チャンネルとかで、はい、ユニティでまとめるとかで配置するの、ユニティ上で配置するの、そのカメラに対して、なるほどなるほど、そうですね、アンプはここにある、うん、ボーカルはできれば移動しないでくる、うん、でも移動するんだったら
そのやっぱヘッドセットかなんかつけて移動させなきゃダメなんだけど、そうやった方が絶対本当本来は面白かったんで、あれね結構技術的にできなかったこともいっぱいあるんですよ。でそれがやるには何が必要かっていうと、オーディオのマルチチャンネルのストリーミング配信ができなきゃダメ。普通は2チャンネルじゃない。ああそっか、ストリーミング配信は確かに。でかつ YouTube を使ったから2チャンネルの配信しかできない基本的には。16でやるには自前でサーバー立てて映像配信して音も16で送って受ける方、受ける方がユニティかなんかでソフトウェア受けて見た瞬間にちゃんと追随するような作んなきゃいけなくって、まあそこまで1ヶ月で当然できるわけはないし、あのどうしようかなと思った時に、ただそこはね想像、やっぱ理想はねやりたいこといっぱいあるんですよ。ただただあの当時360度配信ですらやったやつはいなかったので、ただね、360度ライブ、ね、面白かったけど、全然やりたかったことの、あそこで撮りましたもん、僕叩きましたもんね。そう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 。あれ 5% ぐらいなのよ、やりたかったこと。10% かな、言い過ぎかな、もっとできたはずっていうんだけど、やっぱ技術が追いつかない、まだ。いや、でも多分、やってったら、その、なんか、見えてくる。そう、見えてくるかなと思って、継続はね、したかったんだけど、まあ、ちょっと、そういうのはやりたいよなと思って、結構、なんだろう。そう、360度もちょっと停滞してるとは思うんだよね。でもこの今後やっぱりその平面っていうよりは自由視点で見れる方をみんな好きになっていくと思うんですけど、まあどっちもありなんですけど、だから360度だったと視点変えられ固定になっちゃうから、やっぱ VR とか XR の方が移動できた方がね、はい、そのボリュメトリックビデオは全部移動できますから、そうギター弾いてる人の後ろとかステージの裏とか全部、そう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 、そこまで入れちゃう、なるほど、確かに面白いです、全部ね、そうそう、ステージで上がれちゃう、上がれちゃう、なんか AV とかでもさ、こっから見てえなとか夢を叶える、いやいやここが見たいんだよとか人によってさ、そうだよね、お上品に言ってましょう、まあ人それぞれ、ね、自分の好きなシーンね、角度で見れるシーンがいいかもしれない、いやいやでもそうですね、そうそうそう、いやいや、いや夢が広がるな、夢が広がる、違うこと思い浮かべて言っちゃったけど、まあ音楽からエロまで夢が広がるとは、いいところで優遊戦闘少年ゆしまちょこちゃんの悠々戦闘紹介コーナー今週もやります。別収録で行った悠々戦闘紹介コーナーをお送りします。ではどうぞ。いざこよじまゆしまちょこの悠々戦闘紹介コーナー、はい、皆さんこんばんは、今週も始まりました、ゆしまちょこちゃんによります悠々戦闘紹介コーナーということです。ちょこちゃんこんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。先週はですね、ちょこちゃんが激推ししていた湯どんぶり酒井さんを何回も通ったって場所を紹介していただきましたけれども、はい、今週は一体新しい場所行ったのかな、はい、いや実はこれまたリピートしててリピート中ちょっとリピート、ね、この、なんか新しいのどんどん紹介したいんですけど、押したいところは極力もう全力で押していくっていうスタイルで、いいんじゃない、やっぱりこの情熱とかパワーっていうのはどうしてもこのね銭湯を紹介したいっていうのは、やっぱりいい銭湯っていうのは何回紹介してもいいってことでね、はい、ということで今週はじゃあ、はい、今週は年末進めてた川崎のユイルにやっと行ってきました、はい、川崎のユイルさんのかな、はい、ユイルさんで、はい、ほう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 、ここマジやばい、やばいやばい、どうやばいですか、本当にやばいですよ、ユイルはもう水がめっちゃいいんですけど、あの水風呂もやっぱ温泉ですし、まずマジで温泉に炭酸泉をぶち込んでるぬる湯と、あとやっぱ熱い湯、外気浴スペースもちゃんとあって、で相変わらずそのオートロー流があるそのサウナ室がちゃんと完備されてて、でもう最強なのが潜れる水風呂っていう水深のある水風呂があって、潜れる水風呂、はい、かなり深いのかなそれは、いや、150センチぐらい、女性が130で男性150だったと思うんですけど、あのちっちゃい子供とかだったら普通に溺れちゃうような水深があって、なんか小学生とか大人と同伴みたいな、だよね、なんか一緒にいないと危ないからっていうふうに注意書きあるんですけど、本当に
このこれが気持ちいいですよ。潜れるのがめっちゃ良くて。うんうんうん。あ、じゃあチョコちゃん潜るんだ水風呂で。はい、もうバーッと入って。あ、もうジャパンってします。ジャパンってしてるんだ。はい、ああすごいね、はい。その水風呂に潜るのと、はい、そのサウナを繰り返すことで快楽物質、はい、快楽成分が出て気持ちよくなるっていうね、サウナの人ね。基本的に普通の銭湯って、うんうんうん、まあユイルはちょっとあの組合から外れてる、うん、そのスーパー銭湯なんでできることで、基本なんかその水風呂に頭つけたりとか髪の毛つけたりとかって NG なんですよ本来。ああそうか、そういうルールがあるんだ。そうそうそう、でも一応スーパー銭湯だからちょっと自由が認められてそういうことができるっていうのが、またなんかそのなんだろう、すごいんですよ、可能性なんですよ、めちゃめちゃ。なるほどね、なるほどね、はい、その枠組みじゃないね、そう、またそこだけでやっぱり独自なことが許されてるっていう、でいろんな可能性が広がるってことなんだね。そうなんですよ、新しい楽しみ方が広がるってことなんだね。はい、ね、2週にわたってね、チョコちゃんがね再度激推ししたいっていうね銭湯を紹介していただきました。ではまた最後、最後コーナー締めてください、はい、どうぞ。ぜひ川崎にいる来てくださいね。はい、ではではでは、居酒屋チーム、はい、というわけで今週も先週に引き続き、はい、XR ドラマーとして現在もプロドラマーとして働いてます、はいはい、明日から、もう明日から、はい、正確に、はい、もう今、はい、この放送時点で働いてる、はい、萩山恭一君に来ていただきましたということで、かなりマニアックな話を2週間で続けて話していただきまして、しかも夢のある話ですね、はい、XR っていうね、その技術で新しく音楽業界も、まあ、エロも含めてなんか夢が広がっていけばいいなと思います、はい、というわけで来週もまた聞いてください、はい、せーの、お仕事ください。